株式会社インディーズゼロは日本のゲームソフト開発会社。1997年設立。代表取締役は鈴井正信。主なパブリッシャーは任天堂バンダイナムコエンターテインメント、スクウェア・エニックス。2004年までトレーディングカードゲームの開発を行っていた。携帯ゲーム機用のソフト開発が中心。会社設立当初から 構成とパッケージング手法、それにマッチした UI デザインにこだわって開発に取り組んでおり、操作のわかりやすいユーザーに配慮したゲーム作りを行っている。また、そのゲームのパッケージング手法には定評があり、取引先企業からは企画力、想像力、そして熱意のある開発会社と評価されている。インタビューでも企画提案する場合は、 ほぼ携帯ゲーム機に特化していました。すれ違い通信だったら誰にも負けないアイデアを出すとか、に画面を活かすゲーム作りなど、他の開発会社さんに負けない自分たちの売りとしてこだわったゲーム作りをしてきましたと語っている。ジャンルを絞らず、毎回違うコンセプトのゲームを制作していることについてインタビューでは常に新しいスタンダードを目指して制作しているので、 結果的にそうなっています。実際、以前に伝統的なアクションゲームの企画をクライアント企業に提案したことがありますが、クライアントもそういったものを私たちに対して期待しておらず、結局採用されませんでしたと述べている。また、少し懐かしい感じのゲームが多いでしょうか。との質問に対しては、最近はその路線が定着した感があって、若干、なんでだろう と思いつつも楽しく開発させてもらっていますと語っている。携帯ゲーム機用ソフト開発を中心にしていることについて携帯ゲームに集中することはビジネス的に最も安全なルートだと思うかという質問に対しライバル企業が多く発売されるソフトの本数が多いためゲームをリリースしても渦漏れてしまうこともあり決して安全ではありません。 私たちはアイデアに特化した開発に向いていることなどから携帯ゲームを選択しており安全かどうかで選んだわけではありません。今までの経験から私たちの会社のスタッフは携帯ゲームの開発を得意としており今後も携帯ゲーム機用の開発を続けていきますと回答している。ソーシャルゲーム前世の状況下で今後はどんなゲームを作っていきたいかとの問いに対しては勝った。 とか、楽しい。といった直接的な感情だけでなく、遊んでくれる皆さんの日常生活や成長過程に少しでも良い影響を与えるゲームを作りたい。僕らが作ったゲームが子供たちがものづくりに興味を持つきっかけになったとしたら、最高です。と述べている。設立時から吉祥寺に本社を構えていた。その理由について、設立当初は、 まだそれほど人気がなかったが、アクセスが良く、文化や自然、街があり、ものづくりをする上で感じたいものが一箇所に凝縮されていた。ベッドタウンでも最先端都市でもない吉祥寺のコミュニティがあっていた。と述べている。また、吉祥寺へのこだわりと、今までの開発タイトルの関わりについて、吉祥寺は最先端な街でないところがいいと言いましたが、ゲームもそう。 独自のベクトルから市場のニーズに応えたい、他が挑戦していない新しいものづくりがしたいという思いがありました。私たちは最先端の技術力よりもクリエイティブな視点を大切にしたゲームやゲームファンだけに好まれる長時間没頭するようなゲームよりも誰もが手軽に遊べるものを目指していたのです。と述べている。資本も人脈も乏しい本当にゼロから始めて どこまでいけるかという思いと、独自性を持ったゲームを作りたいという、ゲーム開発への意気込みから。また、ゼロには、何もないところからアイディアを積み上げていくというイメージに、加え、無限という意味、世界中の人とゲーム体験を通じて繋がっていきたい、という願いも含まれている。創業当時、社名やブランドを誰も認知していない、まさに独立したばかりの、 インディーズな状態で、このインディーズと実績も何もないゼロという言葉の持つ、ここからどこにでも行けるという真っ白なキャンパスに似た透明感がものづくりへの様々な思いと重なったこともインディーズゼロと名付けた理由だと鈴井は語っている。ゲーム雑誌ファミツーで述べた話によるとゲームセンター CX アリノの挑戦場に登場する架空のゲーム会社の一つは かつて社名候補として挙がったものの一つ。1997年、代表取締役の鈴井正信が24歳の時に、かつて任天堂と電通が共催していた学生の人材発掘プロジェクト、任天堂・電通ゲームセミナーの受講生3人により、吉祥寺で有限会社インディーズゼロが設立された。当初は、すってはっくん、お料理ポン、といった、 ニンテンドーサテラビュー放送用の番組開発を手掛けていた。2005年4月、インディーズゼロが開発に携わったメディアアーティスト岩井敏夫製作のニンテンドー DS 用作品、エレクトロプランクトンが発売。このソフトは当時ニンテンドーが展開していたソフト群、タッチ・ジェネレーションズシリーズの第一弾となった。また、タッチ・ジェネレーションズ作品として喋しる。 DS o 料理ナビシリーズと DS 美文字トレーニングの開発も手掛け喋る。DS o 料理ナビは第10回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門優秀賞を受賞した。2006年11月にセガから発売されたオシャレ魔女ラブベリー DS コレクションは約105万本を売り上げ日本ゲーム大賞2007の年間作品部門で 特別賞を受賞した。2007年11月、バンダイナムコゲームスからゲームセンター CX 割ノの挑戦状が発売された。これはテレビ番組ゲームセンター CX の企画ゲームセンター CX ゲーム化計画から誕生したゲームソフトで番組内ではインディーズゼロのオフィスをアリゴ課長や番組スタッフが見学する様子や会議室で ゲームの開発スタッフにアイデアをプレゼンする様子が放送された。2008年3月に開催されたイベントゲームセンター CX ミュージアムではゲーム内で登場するゲームファンマガジンの実物をインディーズゼロが制作してブースを出展、社員らが販売を行った。その後2009年2月には続編となるゲームセンター CX ワリノの挑戦状にが発売され、 9月に開催されたシダック2009ではゲームセンター CX アリノの挑戦状シリーズを題材として1980年代のレトロゲームのノスタルジックな世界を再現するために選んだ制作手法に関するセッションを行った2011年6月バンダイナムコゲームスからタッチダブルペンスポーツが発売されたまた同年9月に開催された シダック2011では、このソフトを題材として、両手で2つのタッチペンを使うというゲーム内容に、至るまでの制作手法に関するセッションを行った。2012年2月、スクウェアエニックスから、シアトリズムファイナルファンタジーが発売された。このソフトの開発は、スクウェアエニックスのプロデューサー菅一郎が以前に、バンダイの社員だった時に、鈴井正信が、 同じバンダイの先輩だったことが縁で、ファイナルファンタジーのトレーディングカードの制作を、インディーズゼロが受け負ったという経緯を踏まえ実現した。この作品以降も、インディーズゼロにより、シアトリズムシリーズが開発されている。2012年4月、フランスパリのルーブル美術館で、ニンテンドー 3DSLL 本体を用いた、音声、映像ガイド機、アウジオグイレルバーニンテンドー 3DS の利用が、 開始され、開発を行った、インディーズゼロのスタッフが現地を訪れた。なお、このソフトは2013年11月に、ニンテンドー 3DS 用ソフト、ニンテンドー 3DS ガイドルーブル美術館として発売されている。2013年12月、ニンテンドーから、ファミコンリミックスが配信された。このソフトの開発は、鈴井正信と共に、学生時代に、ニンテンドー、 電通ゲームセミナーを受講していた、任天堂東京製作部のディレクター林田光一が、鈴井に声をかけたことで、共同開発が実現した。その後、シリーズ作品として、2014年に、ファミコンリミックスに、ファミコンリミックス1プラスに、2015年に、ファミコンリミックスベストチョイスがリリースされた。2016年9月、スクウェアエニックスから、 グランマルシェの迷宮がリリースされた。同作は、チーフプランナーがエクセルで作成したゲームがきっかけとなっている。また、同年9月に、スクウェア・エニックスからリリースされた、シアトリズム・ファイナル・ファンタジー・オールスター・カーニバルでは、スタッフが生放送に出演し、デモプレイを披露した。2018年2月1日に有限会社から、株式会社へ、組織変更し、社名を、 株式会社インディーズゼロと解消した。2019年6月10日、東京都杉並区に本社を移転。2020年に、スクウェア・エニックスから発売される、キングダム・ハーツ・メロディ・オブ・メモリーでは、初めて、マルチプラットフォームでの開発を行った。同作の開発期間は2年半で、インディーズゼロが開発したタイトルの中では、最長となる。企画書は2015年に作成していたが、 当時は実現せず、2017年にディズニーからのオファーを受けて開発がスタートした。ありがとうございます。